唐津特別支援学校高等部2年の栗山来生です。2024年、国民スポーツ大会とともに佐賀県で開催される国内最大の障害者スポーツの祭典、全国障害者スポーツ大会。その正式種目の一つが車いすバスケットボールです。車いすバスケットボールは男女混合の5人でチームを編成し、一般競技と同じ 3.5 メートルの高さのリングで戦います。この競技では障害が重い人も軽い人も等しくプレーできるように、障害の程度で持ち点が定められていて、合計14点以内でチームを編成します。巧みな車いす操作と素早いパス回しでボールをつなぐ車いすバスケットボール。今回は佐賀2024全国障害者スポーツ大会の県内有力選手として育成指定選手に認定されている唐津市の高校生、栗山来生さんをご紹介します。車いすバスケットボールの楽しさはどんなところですか？仲間と協力しながらプレーすることが楽しいです。佐賀2024育成指定選手に認定されてどう思いましたか？練習をいつも以上に気合を入れて取り組みたいです。栗山さんの得意なプレーや強みは何ですか？後ろ向きで相手を止めるスタックというプレーが得意です。これからの目標を教えてください。今後も練習を続けて強い選手と張り合える選手になりたいです。2024年に佐賀県で全国障害者スポーツ大会が開催されます。大会への思いを聞かせてください。地元開催なので一戦でも多く勝って盛り上げたいです。車いすバスケットボールでは巧みな車いす操作と緻密な戦略でパスをつなぎ、車いすを使ったダイナミックな戦術で激しい攻防戦を繰り広げます。佐賀2024国民スポーツ大会全国障害者スポーツ大会は2024年の秋、佐賀県を舞台に開催されます。車いすバスケットボール競技は10月26日と27日の2日間、文化体育館で開催されます。自分らしいプレーができるように頑張ります。